田村義弘6月14日隊は、日本の空手屋、東京都世田谷区出身、極神会勘定男支部長、極神空手五段。1984年、極神会館定西支部に入門が、ほぼ同期。当初は、会社員として、空手に励み、第1回京都大会等に出場して試合経験を積んでいたが、大会に入賞するようになった後に退社し、 アルバイトをしながら、空手に専念するようになる。重い体重を乗せたパワフルな月と蹴りを生かして、第21回オープントーナメント、全日本空手道選手権大会では、桑島シ弘らに勝利して決勝に、進出、八冠立てにに敗れるも、準優勝。第24回大会では準決勝で、岡本徹に勝利し、決勝で、和ズはじめに勝利して、優勝を果たした。 第30回大会では、数年ぶりに決勝進出、その時まで過去1勝1敗の数ズ始はじめと3度目の対戦で、敗れたものの、準優勝。全日本大会では好成績を上げているが、全世界大会には3度出場するものの、入賞していない。国際空手道連盟、極新会館湘南支部、田村義弘師範、ありがとうございます。